起動ができました。このゲーム何回も使ってたマイゲームスのフォルダの中になんかセーブデータって今までなかったデータがあったので、もしかしてと思ってちょっとそのセーブデータバックアップ取った上で消してみたんですけど、消したら起動できるようになりました。まあちょっとまだ起動できただけでこれが2周目なのかどうかわからないので、もしかしたらほんまにデータ全部消えてるかもしれんから、マジで1からになってるかもしれん。あ、でもどうなんやろな、2周目なんか変わるってこと、うわぁ、それかなんか見逃してるのか。誰かいる？トワコ、おお、読んだ、いきなり読んだ。これは2周目ですね。え、今なんでそんなこと言ったんだろう。すごく聞いたことあるような、どうしてだろう。ごめんな、なんか何回もせっかく打ち返れたのにな、ごめんな。一緒かな。なんかリモコン、枯れた植物がある、枝がポキッと折れた。これ中に捕まえたっけ。ああ、奇妙な日記持ってる。思ったらこれ一番最初のここのもの調べた時の文章が真ん中に出てくる感じも、これなんかおかしいな。パスワードを入力してください。ヒント、ドキュメント。違う、謎が違う。マジか、一周目と謎が変わってんねや。ドキュメント、ドキュメントしてくるね。探してくるわ。もう多分言わんでもわかるやろってことやろな、これ。なんとですね、ドキュメントファイルの中に画像のデータが4枚ほど入っておりました。制限を突破したようだな。これで先に進める必要なものは全て揃っている。この物語の結末はこれから君の選択に大いに左右されるだろう。私のシンボルを見つけたら何をすべきかはおのずとわかるはずだ。正直かなりの危険を伴うだろう。存在はこれからますます危険度を増していくはずだ。非常に高い確率で。もしそうなってしまえば、これなんやろ、なんか書いてあるな。あ、これか。S.O.私のこのざまを見てくれ。君に散々頼み事をして、でも最後にはおじけついて。この世界には知らない方がいいことが多いというのも理解できる。君が幸せな結末を信じていないとしても理解できる。もし君がこの先に待ち受けることを恐れていたとしても、それも理解できる。そう、私自身も恐れているのだ。君が今のままの世界に満足していて、この結末にも不満がなくて、良くも悪くもいかなる変化も望まないのであれば、何も見なかったことにすればいい。いつもと同じように続けたまえ。見慣れないものに対して私の日記を利用してはいけない。だが選択肢はいつでも残されているぞ。それが私が君によく考えるよう懇願している理由なのだ。救世主、この世界、我が子供たち、彼らは皆より良い結末を迎える権利があるのだ。聞いてくれてありがとう、さようなら。ねえ、なんなんやろ。ただ利用してはいけないっつってる。じゃあ利用する。日記を使えばいいのか。ん？日記ってなんやろ。あの持ってるやつかな。とりあえずソルスタイス、ソルスティスかな。おい、僕よく意味知らなかったんで調べてみたら、なんか最高点、最も高い点、あとなんか夏至とか太陽が一番高くなる時やねみたいな感じで、とりあえず一番高い点みたいな、究極の点みたいな意味があるらしいですね。おう、イエー、私を見つけたな。なぜだ、すでに手遅れだ。ここ一緒か。この場所に救う価値はない。それでもやってみるか。ならこのことを忘れるな。君の使命はニコが帰れるように手助けすることだ。そして最も重要なことは、ちょっと待って、何かおかしいぞ。トワコ、私たちは以前同じやり取りをしなかったか。いや、そんなこと不可能なはずだ。チャンスは一度きり、それが終わった後私は存在しないはず。ニコはドアが解錠される音を聞いた。トワコ、すごく聞いたこと、思い出して、思い出して、僕だよ。
久しぶりだね。この奇妙な日記を使っていけってこと？使ってけ使ってけってことなんか？とりあえず太陽取りに行くか。あ、せや。なんかいっぱいせなあかんかった、そういえば。何やったっけ？アルコールの瓶。このアルコールの瓶と乾いた枝を合体させて、濡れた枝作って、これで、テレビが、ショートしてるから、空瓶じゃないわ。枝で、ファイヤーで、これでここにこう、ボッってやることによって、ここに落ちてんのが見つかって、鍵、慣れたもんや。で、太陽取りに行きましょう。あー、やっぱりこの階段やったね。あの、最終回の時に。っていうか、なんか BGM なんでこんな怖いねん。BGM こんな怖い必要ある？電球、これを取るとなぜか光り輝く。動力は2個。なんかもうな、見慣れてしまったけど、よく考えたらやっぱ電球抱えてる主人公っておかしいよな。ごっつでっかい電球を。これで普通に、こっから先基本的に流れは1周目と一緒なんかな。とりあえず、これは何なのかっていう。この明るい時だけ見れるこの、これ。とりあえず日記持ってるから、この日記はもう常に装備しててみようか。これを装備した状態で調べたら、なんか、変わったことが起きるかもしれん。なんか、普通に、あ、そうか。電気をここにはめ込む必要があるのか。そうか、そうか。最初は電気をはめ込んで出たから不毛の地やったのか。まあ、あんまり関係ないのか。はてな。うわぁ、風魔の地。久しぶりに来たな。ロボキップ元気にしてるかな。ここじゃないわ。ベッドで寝るみたいなもんせなあかんのかね、2周目。とりあえず、どこ行ったんやったっけ。とりあえず救世主ちゃうわ。救世主私です。予言ロボに会いに行くか。予言ロボに。もう一回その制限を突破してしまったことによって、何かしら世界にきっと、異常が起きてるはずや。うっす。その電気はいらしたのですね。こいつは一緒か。すべてが分かった上でもう一回セリフ見たら、あ、これこういう意味やったんかって分かるとこがあるかもね。なるほど。ではいくつかご説明いたしましょう。変な家で目が覚めたの。すごく暗かったの。びっくりしたの。私の予言通りです。あなた様が私が待ち望んでいた救世主。そこは暗い場所で目が覚めるんやで、みたいな。俺について。でもそしたらコンピューターにもその名前が出てきた。それは私たちの神様のことでございます。そっか。もうちょっとで何か思い出せそう。あなた様はこの世界にいらしたばかりでは。そのことについて私がお伝えするはずでございました。どうしてご存知だったのでしょう。勝手に頭に浮かんできたんだ。そうですか。ってことは、とはことはすでに接種。お前何呼び捨てにしとんねん。おい予言ロボ、おい、いかにこ、予言ロボを殴るんや。前にやったことある？はい。嘘ついてもええかなと思ったけど、すごく変な感じがするの。ミーの頭がおかしくなっちゃったんだね、きっと。でも会えて嬉しいよ。ミーの名前はニコって言うんだ。なんか、ちょいちょいやっぱり変化起きてるね。トワコに助けよう。でもお前呼び捨てやめろ言うてるやろ、お前、こら。その頭から出てる赤いやつ引っ張るぞ。あ、そっか、全部聞かなあかんのか。大丈夫大丈夫、その辺はもう大丈夫です。この世界の地表には蛍光体と呼ばれる物質があるよと。以前、この物質には以前太陽光エネルギーが蓄えられたけど、まあ太陽がなくなったら今だん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 なくなってきてるよと。
しかし時間は待ってくれません。たとえ救世主であってもこの世界は3つの地域に分かれてるよと。不毛の地、強国、避難所やな。オッケー、大体分かった。幸運を祈っております。パッソパッソ、この辺に書いてある文章とかもなんか今見返したらあーってなるとこあんのかな。まあ絵はとりあえず特にこれといってなんかあったっけ。ここまあいや、キープんとこ行こう。キープんとこ、いやー久しぶりに来たな、ここ。お久キップー。よし、クローバー生えてるなー。うっす、救世主だよ。そういえば会っていきなり罵倒されたわ。ミーは人だよ。会話は別に変わってないな。塔に向かってるってことかしら。太陽持ってかなきゃダメなんでしょう。塔に私たちは到底理解できない力が存在している。そしてその力は頂上で凄まじい強さになる。頂上でへし割ったわ、ごめんな。この手紙、シルバーへ。鉱山についてのこと聞いたわ。ごめんなさい、あなたがどう感じてるか想像もつかない。辛いだろうけど帰ってきた方がいいんじゃないかしら。コギボットが回収されるのは時間の問題よ。ああ、これをキップが送った。キップより、ああなるほどな。少なくとも歴史に残ってる中ではね。結局どうなったか何も教えてくれなかった。なるほどな。これ何やったっけ。これドライバーだね。あー、ドライバーか。やべ、一周目にどうやって攻略したかあんま覚えてない。この先のここ入ろうとしたらキップに止められるような。そういえばこの先結局行けへんかったよな。お願いします。イエーイ、カメラ。でこのカメラを回収してこの奥に行きたいんやと。はっ、今のなんや。一瞬倒れてしまうんじゃないかと。何かが見えたような。一瞬とっても短い夢みたいに一瞬目も見えたね、今の。なんというかロボットみたいだった。黄色の目をした。それは不思議ね。バカにされてる。そういえば思い出したわ。この捨てられた鉱山にいつも戻りたがっていたロボットがいるの。このずっと長いこと放棄されていた鉱山によ。あのロボット無事だといいんだけど。壊れているに見えなかったよ。まあ実際に見たってわけじゃないけど、さっきも言ったけどまるで夢を見てるような感じだった。すごく近くにいたんだよ。視覚的なバグかしらね。僕ロボじゃないです。いずれにしよう、生命体にしか経験できないこと。お姉さんが知ってるロボットで黄色い目をしてるロボットはいなかった？兄は多分見たことないや。知らないわね。私は一度も会ったことない。そのロボットのことは友人から聞いただけ。友達、そうか。待って、ポケットに何か。あ、え、光日記。今まで光ってなかったのに。これ何なの。私もちょうど聞こうと思ってた。その本どこで手に入れたの。確か家で目が覚めた時かな。その時はあんまり気にしなかった。ちょっとだけ読んでみたけど全然わからなかった。もしかして救世主が起きる時に持ってないとダメなものだったりとか。そんなの一度も聞いたことがない。でもその本を誰が書いたか知ってる。作者じゃないの。けれど黒いクローバーが描かれた彼の本しか見たことがない。もしこの中に黄色い蛍光体をわざわざ埋め込んだのだとしたら、そしてこれはあなたが最初に目覚めた時から持っていたという事実、とても興味深いわね。わかる。それって太陽の一部だって言われてる珍しい蛍光体のことだよね。あれ、ミーはなんでこんなこと知ってる。もう、だ、刺せよ。ちょっと刺せよ、いい加減。もしよかったら見せてあげる。
バーが入ってるよ。この本と一緒だね。これは同じ人が作ったものなの。だからその日記はすごく大事なものが気がする。たった今光り始めたって言ってたよね。そうだよ。それが起きたのは原始のすぐ後。原始かっこよ。かっこよく言い直してくれた。何か理由があるはず。その本をせめてもう一度読んでみた方がいいかもしれない。琥珀くれ。光る日記。なんか光り出したぞ。おう。トロッコ的なやつが青く光って走っている。こんなページがあったよ。この部屋の絵みたいだね。多分この部屋に行けってことかな。もう来ちゃったけどね。ってことはミータちゃんと前に進めてるんだね。うん。こっから先には行けない。その日記もう少し詳しく調べてみたらどうかしら。なんかスイッチ的なのがこの辺にあるよってこと？ん？スイッチではないのか。これ瓶か。ということはこの日記と1を合わせる。一つ上か。一つ上。ここで会えへん。ぴったり。あった。トロッコ。わーい、不思議。さあ、目を離していたから見とけよ、お前。ちょうどこの日記を調べてたから。この部屋にそっくりな絵のページを見つけて、パッと顔上げたら、この後トロッコが何もないとこから急に。気をつけた方がいいかな。ふん。一見これは標準仕様のトロッコみたいだけれど、部屋内の動きを感知すると勝手にそこまで移動してくる機能があるから。まだ動作してることが驚きね。なるほど。これでまだきちんと動く車両が確保できた。どうして鉱山の奥まで行きたいのかわからないけど、行きたければそれも可能になった。なるほどね。そういえば行きたかったけど結局行けへんかった場所何か所かあるもんな。あっこも行けてないわ。峡谷の姉妹のお墓があるところの先、飛ぶ装置がないといけへんって言われたとこ、あっこも一周目結局行けなかったわ。え、一緒に来てほしかったのに。俺が一緒に行ったるがな。トワコついてるがな。この場所のあんたかゾワゾワするんだ。一緒に行けないとは言ってないわ。レールをたどって進めばいいだけものも。でもこれちょっと不安じゃない？磁気レールで固定できるわ。ここを進むのが危険なのは有機生命体だけよ。あなたのようなね。そっか。やば。よし行こう。かわいい。こんばんは。なんか必要？うん。そう。もっと会話しようや。なあなあなあ、なんでお前はお前でこんばんはしか言えん。どんだけコミュ障やねん。なあ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 。もうあかん。あかん。会話盛り上がれへんこいつと。先行こう。ん？このプロトコルではこんな場所知らないぞ。これは？これはお前に見せるべきものではない。どうやってここに？思いつくのは一人だけだ。そうか、あいつがお前を。いつから企んでいた？今はそれどころではない。お前は境界を越えている。引き返してくれ、頼む。良くないことが起こってしまう。とても良くないことが。このままではニコが危険にさらされる。頼むから引き返してくれ。いやー、よし行くぞ。引き返せと言われて引き返すやつがいるか。はは、楽しいなあ。楽しいなあ。ごめんなさい、なんでもないです。すいません、僕だけでした。楽しいのは。お、トロッコが止まったよ。ここで限界みたいだね。で、ここはどこ？以前まであった観測室の一つよ。ここはまだそこまで被害がないようね。お、着いた。え、ターミナルが再起動した。でも電力はずっと前に断たれたはず。不思議だね。もしかしたら電池で動いてんのかも。いいえ、違うわ。とにかく調査しなきゃ。わかった。少しの間一人ぼっちにしてしまうけど平気？心配しないで、トワコがついてるから。調査よろしく。こんばんは。
あんまり良くない。ここにあるターミナルはどうやら別の動力圏で動いてる。このターミナルにあるデータ形式も何一つ認識できない。どれも新しい。そうじゃなくても暗号化はされてるわね。頑張って。あ、なんか先進めるやん。おや、お前か、さっき見えたやつ。その光、その目の光を僕は知ってる。僕と会う運命にある人。てかお前かっこええな。名前はニコ。誰に言われてきたの？なんで急にちょっと打ち解けたんや。わかんない。待って、来たってこの世界にってこと？ミーが救世主ってこととかいろんなことを知って教えてくれたロボットならいたよ。だから多分トワコじゃないかな。なんせ神様だもん。そのロボットちょっとだけ君に似てるかも。もしかしてお友達？わからない。僕の記憶は安全上の理由でほとんどが削除された。記憶が削除された！そんならひどい。ロボットだからそんな大したことじゃないのかな。誰に言われてきたのかは知らないみたいだね。それならどうやってここに来た？この部屋にどうやってたどり着いた？ああ、ミーたちトロッコで来たんだ。でも鉱山に入った時トロッコはなかったはずじゃ。トロッコをどうやって探し出したの？このびっくりドッキリメカの中から出てきたよ。ロボットのお姉さんはトロッコがミーたちのところに移動してきただけって思ってるけど、その時ミーは日記を見てたんだ。そしてまた顔上げたらトロッコが急に目の前にあった。本当にパッて出てきた。興味深い。その日記を見せてほしい。わかった。お前、唾とか飛ばすなよ。だとするともうすでに始まってるのか。うわ、意味深なこと言うタイプ。これを、あ、なんかくれるんですか。いやすいませんね。かっこいい。いや素晴らしい。僕のメインメモリディスクを君に託す。この本を見せたことによって君は最初の試験に合格した。次はバックアップをインストールする方法を見つけた。何言ってんの？バックアップを椅子？ただその前に一緒に来た人がいるみたいだね。トワコではない誰かが。この世界の住人の。赤毛のロボットのお姉さん。ちょうど今コンピューターがたくさん並んだ部屋にいるよ。なら僕を見つけたことはそのお姉さんには言わないで。少なくとも今はまだ。僕の存在はこのような形で知られてはいけない。わかった。記憶の修復を手伝ってほしい。バックアップを取ったらディスクを返しに来て。オッケー。住宅追跡機。十字架、その建物に医療部隊が割り当てられる。ロボット、その建物にロボット。電気、その建物にパワーセル。ん？あー！マジか！そういえば建物に番号振ってあったわ。なるほどな。バックアップし、預言者ロボバックアップシステム。ディスクを挿入してください。なるほどな。何をすればいいか分かったな。よし。